豚バラ肉の塊 600g です。脂身が少なくて赤身とのバランスがいいなと思ったんですけれども、かえってパックを開けてみると片方割れちゃってるわけですよ。スプリットタンじゃないんだから塊であってこそでしょう。とりあえず大きめに 200g ずつカット。もっと脂の分量が多い豚バラ肉もありますけれども、この辺は好みですよね。しっかり残っていた方がプルプル感と脂の旨味は堪能できます。肉の重量の 1% の塩をして、キッチンペーパーとラップでくるんで冷蔵庫で一晩置きます。塊肉なので時間はやっぱり一晩置きたいです。さて、一晩置いて添え物の大根からカットしていきます。2センチ弱くらいですかね。皮を剥いて下茹でしていきます。煮崩れしないようにポコポコと沸くくらいの温度で茹でていきます。大葉を千切りして水にさらします。普通小ネギなんでしょうけど、東は大葉好きなので。冷蔵庫から出して常温に戻しておいたお肉のラップとキッチンペーパーを取って焼いていきます。フライパンに油面を下にして並べてから火をつけます。油は敷きません。豚肉から油がたくさん出てくるので、その油で焼いていきます。1分くらいしたらフライパンが温まってパチパチと音がしてきます。そのまま弱火で5分くらい焼いたら蓋をして15分ほど蒸し焼きにします。大根はいい感じの硬さになったら取り出します。15分経ったらひっくり返してまた10分ほど蒸し焼きにします。火は終始弱火です。じっくりじっくり火を入れていきます。時間になったら、あとは残りの面を1分ぐらいずつですね、焼きながら、だいたい5分から10分、ひっくり返しながら焼いていきます。お肉を一旦取り出して余分な油をさっと拭いて大根を焼きます。豚の油と旨味を大根に吸わせたいので、あまり拭き取りすぎないようにします。焼き色をつけたいわけではないので、両面さっとで大丈夫です。フライパンはそのままに、つけだれを作っていきます。赤ワインと赤酒のアルコールを飛ばして、醤油と水を加えていきます。
赤酒は代わりにみりんプラス砂糖でも大丈夫ですけど、赤酒おすすめです。あずまはみりんよりも赤酒の方が使います。お肉と大根を戻して弱火で全体に絡めていきます。タレが全体に絡んだらおしまいです。だいたい5分くらいですかね。全体にタレが絡んだらジップロックに移します。ジップロックを使うとこんな感じでタレが少なくて済むのでいいですね。粗熱が取れたら冷蔵庫で一晩寝かせましょう。一晩と言いましたが待てません。食べちゃいます。出来たて食べちゃいます。 600g 作ると実質翌日は 400g ですね。少し多めに作るのが躊躇なく味見できるコツかもしれません。この絶妙なレア感がたまりません。薄く切ってタレをたっぷりとかけていただきましょう。一晩は置いてないですけれども、塩を事前にしてあるのでしっかり馴染んでる状態です。まずはビールで動線確保。豚たちが通る道を作っておきましょう。あずまはどさんこなのでビールは札幌クラシック一辺倒です。この脂プルプル赤身ジューシーな豚バラが口の中で暴れ回っております。脂の甘みと赤身の旨味が絡み合って、もう口の中は豚が所狭しと走り回っております。口の中が放牧場かと錯覚するくらいに奔放です。チャーシューは脂を楽しみたければ豚バラで、赤身を楽しみたいならももで、バランスよくなら肩ロースで。あずまはいつも肩ロースで作ることが多いんですけれども、たまには豚バラの脂をたっぷり堪能したくなります。タレの濃さはお好みですけど、あずまはあまり濃くしないでたっぷりかける派です。その方が大根の染み加減もちょうどいいですし、濃いのがお好みの方は最後に少し煮詰めてかけるといいですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。